わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで、今回ですね、ブロスタトークが来ましたということで、皆様、ブロスタ公式のね、YouTube を見たのでしょうかという形なんですけども、まあ多分知らない人がね、結構自分の多分、チャンネル登録者、リスナーさんの方ではね、多いと思うんで、ね、ちょっと一緒にね、あと、新キャラをね、考察も一緒にしながらやっていきたいなと思います。では、見ていきましょう。はいはいはい。ライアン、どうしてたのってな。そうそう。この後ろにね、今、チックかなっていう人っていうか新しいキャラがいるんですけども。はい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 。このね、キャラクターなんですけども、ちょっとよーく見るとね、なんか、地雷が置かれてたりとか、スパイクのなんつうのあれ、ウルトがね、撃たれてるんですけども、新キャラの通常攻撃自体が、スパイクの、なんかウルトみたいな形で放り投げられて、で、着地っていうか、その着弾床っていうか壁とかでその地面に着弾したら棒のこの地雷みたいなのが置かれるらしいんですよね。で、それが、投擲キャラですね。新しいキャラ、とりあえず。さあ、最後まで見てくださいということで。さあ、新しいキャラクターのティックですね。さあ、見た目よろしいと。体重のエネルギーを帯びた金属弾みたいなやつ。なるほどね。ほら、スパイクのウルトみたいなのを投げて、近接地雷みたいな。敵が踏んづけるか、一定時間が経つと爆発。だから、棒の地雷とはちょっと違うんですよね。棒の地雷とはちょっと違うんですけども、一定、でも見た目がね、すごい似てるから、正直ね、俺、こいつとスパイクと棒入れたら、なんかわけわかんなくなるんじゃないか、みたいな思ったりね、してます。だから、割と棒とこのティック、ってのを組み合わせたら、かなりね、なんか、あ、これ、やばい、一定時間爆発するから、近づけねえと思ったら、棒のウルト、地雷だったから、近づかなくても爆発しないし、なんか、一定時間経っても爆発しない。でも、逆に言うと、なんだっけ、あれか、ちょっと離れて、いや、これ危ないから解除しに行こうとか思ってるやつは、解除する前になんか一定時間が経って爆発しちゃうみたいな、よくわかんなくなりそうなんで、結構ね、ごちゃごちゃでそういう編成が増えるかもしんないですね、俺的には。まあでも、投擲キャラという形でね。さあ、お、なんか、今のはウルトですね。今の必殺技、もう一回見ますか。今のは多分必殺技なんですけども、自分の頭を取り外して敵に投げるんですだって。やばくないこれ。だからジーンのウルトでも吸われるってことか。なのでこれ多分ジーンのウルトも吸ってるんですけど、2800ダメージかなりっすね。これどんぐらいでウルトが溜まるかわかんないですけど、かなりね、強いと思います。しかも投擲キャラっていうのがさ、なかなかっすね。投擲キャラ3体目っすね、しかも。4000トロフィーで到達無料でゲット。やばいっすね、正直。さあ、いいっすね。結構ね、ブロスタのこの、お、T シャツかっこよ。お、スキンガン、メカクロウ、メカボウ、ロボットマイク、ロボットスパイク、ロボット祭りっすね。さあ、でも150からしか購入できないということでね、無課金の人大変かなと思うじゃないですか。でもこれ、現在500トロフィーを、シーズンリセットされますが、超カウントトロフィー、新通貨ではスターポイント。なるほどね。リセットされるけど、それが、スターポイントとなる、この左上の327ってやつですね。で、これが貯まると、スターポイントで何か買えるってことですね。何が買えるかって言いますと、何ですかね。メカクロウやメカボウの配色なら、じゃあいろんな配色にも変えられるってことですね。多分いろんなの多分今後出てくると思うんですけども、まあそういうね、今まで全然なかった、ハイレベルなね、プレイヤーに対する、そうだからみんなのね、モチベを上げるためですね。レベル高い人って500いっちゃった人って結構モチベ下がると思うんですよ。一定の、やつがな。で、目標がこうやってあるから、ブロスターのね、モチベ上がるということで、まあ結構いいアップデートじゃないですかね、大型の。はいはいはい。さあ、まだあるということで、まさか新しい、これは新しいスター、新しいスターパワー、おっと、毎週3つ登場、すごくないこれ。やばい。ってことはなんですけども、多分スターパワーがじゃあ何、2つ目ってこと。多分昨日なんかツイッターとかで結構話題になってたと思うんですけども、スターパワーが2つになるみたいな。
ことを聞いたんですけども、そういうことなのかもしれない。だから今回のアップデートは結構ね、上級者向けへのアップデートっていう感じもしますけども、もちろん無課金の人もね、やっぱ目指す場所もね、まだあると思うし、その4000でね、新キャラ取れるっていうのはかなりお得だと思うんで、その4000トロフィーまで頑張るっていう目標も増えたと思います。だから結構今回のアップデートは、まあ自分が思ってたよりはね、いいかなって感じしますね。でも自分が思ってるのはやっぱチャレンジ系とかね、1対1のモードとかね、そういうモードが、まあ、今後ね、増えるんじゃないかと思うんで、それはすごい期待なんですよね。だからそれが来たら多分もっとね、これで多分もっとブロスターも盛り上がると思う。でも、そのモードが来たら多分もっと、はい、盛り上がると思うんでね、それを皆さんでお待ちしていましょう。自分は本当に待ってます、ずっとね。でも今回のアップデートは本当楽しみなんでね、アップデート来たらまた色々動画出すと思うんで、ぜひとも、はい、見てください。ということで、ちょっと時間がね、余っちゃったんで、はい、ちょ、いろいろ、はい。バトルへ行っちゃいますか。ということで、これで、とりあえずこのアップデート情報は終わりにいたします。バトル行ってきます。はい、ということで、いやー、さっきのアップデートの話ね、皆さんどうでしょうか？どう感じたかわかんないですけども、ボーとかのね、スキンが出るということで、ここら辺ですね、メカボーだって、メカボー、メカクロー、150エメラルドなんで、150だから、割とっすね。1000円ぐらいかな？うん。1000円ぐらいで買える。まあ割と高い。まあスキンにはね、やっぱちょっと高いんですけども、やっぱお気に入りっていうのをね、使って、やっぱいろいろあるとすごいいいと思うんで、ぜひとも皆様買ってみてください。ということでやっていきましょう。ちょ、ビビがね、500まだいってないんで、使っていこうかなという感じです。はい。さあ、でもいいっすね。今までやっぱ、ただトロフィーが高い人たちにはさ、なんも、なんだろう、メリットがあんまないブロスターだったんですけども、ああやってね、貯めて、配色買って、みたいなね、ことができるんで、やっぱ、ブロスターのね、やる気ってのは、結構、上がってきますね。さあ、行きましょう。デレデレ。ここは多分、なんもないですね。よしよしよし。何もギミックがない、今日はバトロイなんで、積極的にね、敵を倒しに行きたいと思います。さあ、中入りましょうか。さあ、ビビのね、ちょっと、難しいとこはね、すぐ、壊せないとこっすけど、一回逃げるか、これで。OK、一旦逃げて、すぐ行く。こっちか。下にね、シリーがいるんで、あとあれか、ダリルか。ウォー！ウルトが貯めればね、いいんです。おー、やべ！出たよ。出たよ、これ。あー、うぜ、ちょっと変えよう。ビビじゃないか。ビビじゃないかんですね、これ。こんなー。いや、ソロはちょっと難しいね。コルトだな、俺。俺のやっぱコルトっすね。コルトでも、はい、無双します。さあ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 。アップデート情報だけが気になった人はね、この辺で見なくてもいいんですけども、ぜひともね、最後まで見ていただけると、自分はすごいありがたいっすね。ちょっと自分もちょっとやる気出てきたんで、頑張りたいと思います。よいしょ。コルト俺、割とうまいよな。自分で言うのあれだけど。逃がさんぞ、レオン。うい、どうすか、いいでしょ、いい感じでしょ。さあさあさあ、索敵はちゃんとしましょう。でもいなそうだな、ここいない感じ漂ってる。 OK、 OK、 で壁を使ってやばいやばいやばい、若干やばい。まあ、でもね、4なんで結構いいんじゃないですかね。さあさあさあ、いやー、俺チーミングしたいけどさ、してもなんか、これ勝ちに行くって言うからさ、バトルってやっぱ PS が割と上がるんで、コルト、ああ、きついな。パムとコルトって結構コルト不利なんですよ。なんか当たる、すごい。シュ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 。はい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 。こっちでしょ。OK、お、ん？やるの？やってもいいけど。じゃ集中します。で、多分パムが行くんじゃない？出た。おい！やり行くよー。うえ！嘘でしょ。
ラストいきます。でもコルトな感じしてた。ラストいきます。これカット終わりましょう。いや、アプレ楽しみだな。スタパ2つってなんかどうなるんですかね。入れ替えっことかできるってことですかね。そうなるとまたいいっすね。2つ多分ついてるとちょっと違くなると思うんですよね、自分の中では。はい、なんかややこしくなる。でも入れ替えることができたら、あ、こいつこのスタパだから、また立ち回りがね、キャラクターによって違う。だから動画でやっぱ言いやすいっていう。なんか、見たの、スタパ、あの時のスタパは、こういう動きだけど、このスタパの動きはこうだみたいな動画がね、出せると思うんで、結構ね、はい。俺らから、YouTuber からしても正直、まあありがたいですね。でも、スタパっていうのが、正直無課金の人だとね、あんま、手に入れづらい感じですね。やっぱ日本、多分海外にちょっとブロスタってやっぱ合わせてるんですよね。だから、なんていうんですかね。すいません。すいません。嘘でしょ？そんなことある？疲れてんのかな俺。はい、ちょっと今のスタパの話すると、海外の人ってめちゃくちゃやっぱゲーム、スマホゲームでどんなゲームでもすごいやり込むんですよね。だから多分それに合わせて結構アップデートとかしてると思うんですよね、スパセルの会社っていうのは。だけど日本人ってやっぱ無課金でねやる人多くて、やっぱその暇つぶしにやるっていうなんか感じの人も多いと思うんですよね。はい、だからなんかちょっと遅れてるっていうか、その上位勢とかそのスタパ持ってる人がそこまで多くないのかな、確率も低いしっていう感じはするんで、はい、だからスタパ欲しかったらもっと宝箱ねためにやっぱ頑張ったりとかするといいかなっていう感じはすごいします。はい、なんで頑張りましょうっていう感じですね。はい、なんだろうな、結局まあ、またこんな話は今度にしますね。はい。なんで、ぜひともまた次の動画もお楽しみにしてください。ということで、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。皆様、それで、わだ！バイ！